お疲れ様です、すみこです。はい、ちょっといろいろ譜読み会を最近やってるんですけど、いろいろね動画編集したりする時間がもう全然ないので、今日はざっくりと説明するのをもう一発撮りで言ってしまうの回でございます。はい、はい、今度ですね、いつやったっけ、9月の16かなに、読み会をしようと思うんですけども、鈴木バイオリン教本の2巻から2曲ほど取り上げようと思ってて、今回は狩人の合唱と妖精の踊りのテーマっていうやつを、はい、取り上げてみることにいたしますね。で、まあ今からまあ模範演奏して終わろうかなと思ってたんですけど、まあちょっと解説しておきます。ちょっとあんまりね、申し込みの人が入ってないので、ちょっともう日も近いんですけど、まあ行ってみようかなと思う方がいらっしゃれば、今日か明日ぐらいに申し込みしていただければ開催できます。ちょっと今開催の危機なんでね、よかったらぜひお願いします。まずね、狩人の合唱でございます。これね、今もめっちゃ勉強してるとか、まあ一回弾いたけど、まあ今2巻とか3巻とかやってるけど、まあ、もう一回弾けって言われたらちょっと練習するのは無理やなぐらいで大丈夫です。一応当日来ていただいたら指番号とか弦色分け楽譜みたいなのを全部お渡ししますね。はい。まあそれは別にそれ見て弾いていただいてもいいし、まあ持って帰ってちょっと後でね、どういうことやって指とか全部書いたやつお渡ししますね。結構めんどくさくてみんな書かないでしょ。指、あとは指あんまり書いたらあかんって言ってる先生もいるからね。実際あんまり書かないこともあると思うんですけど、まあ全部書いたやつ持っとってもいいんじゃないですか。それを別にレッスンで使わなかったとしても。で、ここなんやっけって思った時に答えがあるっていうのは、まあいいんじゃないかなと思うので、まあいらんって人は別にいいんですけどね、なんか迷った時にいいかなと思います。はい。まあこの辺は結構まあ初心者の方で、その学ぶバリバリバイオリンは何とでも取り扱えますみたいな人ではなくて、一生懸命弾いてる人が取り組んでるような曲じゃないかなと思うんですけど、まずじゃあ狩人の合唱ね、2曲、狩人の合唱と妖精の踊りのテーマを、まあ今度その、譜読み会は90分かけてやるので、まあ、1曲45分ぐらいずつゆっくり譜読みゆっくり弾いたりしながら早く弾いたりとかしながら、あとはちょっと練習ね、こういう曲弾くときにはこういう練習したらどうでしょうかみたいな練習とかも一応渡しますんで、まあ、そのまでやってみたりとかして、まあ、ゆっくりやってみようと思ってますね。でそこのまあちょっと、ちょい見せというか、まあ、大体こんな感じみたいな、ね、感じの説明とかしておきましょうか。まず鈴木バイオリン教本の2巻の狩人の合唱なんですけど、これウェーバーさんっていう人が書いたやつで、オペラかな、なんか忘れましたけど、これ結構男性合唱みたいになっちゃいましたっけ、いや違うんかな、ホルンやったっけ、ホルン全然よく知らないけど、まあ、とにかくこれバイオリンのこの教本に入っちゃってるもんやから、これで有名になって狩人の合唱って YouTube なんかで調べたら発表会で弾いてるみたいなやつがいっぱい出てくると思うんですけど、元ネタは別にバイオリンの曲でも何でもないです。はい、ちゃんとウェーバーさんがオペラの中で作られた曲だと思います。オペラやったっけ、なんか忘れましたけど、はい、ホルンなんかでよく演奏されますよね。ホルン4人とかでやったらかっこいいんだよね。なんか狩人だけにさ、狩りなんじゃないの、全然関係ないよな、狩人の人が趣味でやってる合唱団の発表会の曲なんかな、ちょっとね、多分狩りをしてるところ、曲なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その辺は調べてみてください。はい、いろいろ調べたら出てくると思いますが、はい、でこれバイオリンで弾くときに、まあ、これこの曲で、何を勉強したいかっていう、一応鈴木の本とかは全部ね、全ての曲にテーマがあるんです。今回はこれを勉強しましょうみたいな感じですね。これはそのまあアフタクトみたいなやつですね。アフタクトっていうのはその初めの音が裏拍ぐらいから入ってくるやつ。なんかせーのバーンじゃなくて1と2。もう一回。なんていうのかな。そうそう、この前の音があるから頭に入れる踏み台みたいなね、なんかホップステップジャンプみたいな、そのいきなりジャンプじゃなくて、その前の踏み込みがありますみたいな曲ですよね。だから1212こうで、ね、そうが、その初めの2個目の音がせーのでドンって一番欲しいとこなんだけど、その前にあよいしょみたいな、なんかそのお餅のなんか水入れる人みたいなのが入るわけ。だからそういう曲っていうのがありますね。あとはスタッカートですかね。スタッカート、弓で、この、って音じゃなくて、しっかり止めれてるか。これ、先にピアノとかやったことある人はちょっと落ちりがちなんですけど、スタッカートって何でしょうか？
スタッカート、音を短くするみたいな風に習おうと思うんですけど、あのピアノから頭入ってる人はチョンチョンするみたいな風に思ってるんですよ。これバイオリンでチョンチョンしちゃうと音残っちゃうんですよね。スタッカートの定義は、あの、まあ、まあ曲によってもちろん違うんですけど、スタッカート定義は長さ2分の1です。だから四分音符にスタッカートがついたら8分音符の長さです。8分音符にスタッカートがついたら16分音符の長さ、わかります？その半分の長さプラス残りは休む、半々にするね、お弁当半分みたいなね、ご飯2分の1でみたいな感じになります。ちょっとなんか上がってくるなので、だから例えば、このカルードの合唱、次にスタッカートついてる、スタッカートついてなかったらで弾く、これがで、スタッカートついてたらこういう感じ。勘違いしたらいけないのは、くさびみたいになったらあかんってことですよ。ファンファンファンにはなったらいけないってことなんですよ。パッてきて、だから羊羹、こう波形で書いたら羊羹型で、ね、バシッときてバシッと止まらなあかんな、あの習字の位置っていう感じみたいな感じ、後ろでギュッと止めなあかん、うん、それがスタッカートです。だからこのね、入るとこをグッと圧力入れてグッと入れるのはみんな弾きできるんやけど、その後払いみたいなんで、なんかバンバンって、だからそれはスタッカートじゃない、聞いてる方はあの繋がっちゃうから、止める止める、よくなるのはだから早く弾いてバンバンって弾いてんねんけど止まってないってやつね。だからそれを止めるっていう、まあ練習をしますっていうのですね。あとはそうね、だからそれスタッカート結構こう下から3段目のところにこういうのも出てくるんですけど、早く弾いたら結構難しいやつなんですけど、だから一生懸命ファンって弾いてんけど、それはアクセントで、あのバーンって弾くのはアクセントね、止めるのがスタッカートなので一応止めていきましょうと。これめちゃくちゃ早く弾くとまたね、ちょっとあのこういうなんか飛ばす奏法とかもあって、まあちょっともうすごく上手くなってきたらそういうことやればいいですけど、とりあえずこの段階では止めるっていうのをまあ気にしながら弾いたらいいかなと思います。ちょっと順番にいきましょうか。だから一番初めはっていうは一番初めが、だからアップスタートです。これ間違いないよね、アップからスタート、置いてスタートしてましょうか。こうなんとなくファーって弾き始めるとバタバタってなるので、しっかり弦に置いてからで止める。この時点でアップで終わっています。ただそのなんですけど、次の音符をまたアップで書いてるってことは、アップアップになってるってことです。アップアップ、こうです。まあこれ今順番に弾いてきたんですけど、そのアップアップになったり、ここはだからアップが続くよっていうのがあったり、一番初めがダウンじゃなくてアップから始まりますよっていうようなことは、あのちゃんと書いてます。楽譜にここはアップとかね書いてます、ダウンとかね書いてます。なんですけど、それ書いてない時っていうのは、この楽譜に関しては全部順番です。ダウンの次はアップ、アップの次はダウンです。これね、結構勝手にみんな変えるの。なんかね、その弦またいだりした時に、あの例えばダウンアップって弾かなあかんのに、右に移動してるからダウンダウンに勝手にしちゃったりとかする人めっちゃ多いんですね。で、そうなってきたらなんかグダグダになってくるので、分からん人は一番初め書いた方がいいと思う。あの私もその譜読み会ではお配りしますけどね、だからその順番に、これダウンやんな、これアップやんな、ダウンやんなって書いたらいいと思う、うん、で先生にちょっと書きすぎって言われたら、その先生があんまり書かない方がいいっていう先生もいるね。これは多分まあ一応意味があるね。その何でもかんでも全部書いてたらパッと見せられた時に弾かれへんやろっていう曲があるので、もちろんその弾かれへん、パッと見せられた時に弾いたりすることもあるかもしれんから今後だけど、そういう時、そういうの先生が結構あんまり書かないでっていう先生がいる場合はコピーしよう。ほんで書いた楽譜もう一個作ろう。自分でちゃんと全部書いた楽譜、指なんかも全部書けず別に作ろう。でレッスンの時ではそのそういうことは全部やってきた上で、もう見なくても分かってるような状態で取り組んだらいいと思うんで、それはそうしましょう。でもう一回やってもらいます、アップスタート置きます、止める、もう一回アップ、
返し戻ります。無言で通り過ぎましたが、ダンダガダンダガダンダガダン、最後ら辺はアクセントして、アクセントはその音特に強くするっていう意味なんで、まあ圧をグッとかけたらいいと思います。今ね、だからスタッカートにアクセントがつくっていうのはどういうことかっていうのは、アクセントとスタッカートは別で考えた方がいいね。スタッカートは2分の1の長さね。だから強く弾かなくていいの、別にスタッカートは。その、これが、こうなってるのがスタッカート。で、アクセントがついたら、なかったら、アクセントがついたら圧入れてるのね、圧強くなってるの音、あのこう波形的に考えたらそこだけボーンってでかく欲しいのがアクセントね。なので、でスタッカートでアクセント、スタッカートこれアクセントついたら強く、まあ普通にボリューム的に強くなるってことね、です、なそこはだからあの一緒くたにしない方がいいね。ちょっとねスタッカートとアクセント混合しちゃってる人がいるなって、なんかスタッカート出てきたら強く弾くんだみたいな、こう早く強く弾くんだみたいな思っちゃってる人ですけど、スタッカートは別にそんなテンション高くなくて大丈夫です。短いんやっていう、短い2分の1の長さやと思っておいてくれたらいい。そうで、まあ、繰り返しがあります。この繰り返し結構皆さんまだね、この辺のレベルやとね、ちょっと、必死になって、1括弧行って繰り返しあるんだけども、どこに戻るかわからへんとか、もう無視してそのまま2括弧に抜けちゃうみたいな人もいるんですけど、繰り返しちゃんと戻るとこを、蛍光ペンかなんかで、こっからここに戻るみたいな書いといてくださいね。わからんようになる人は。繰り返しやから、別に、まあ、その、間違いじゃないしさ、家で弾いてる時に、あ、繰り返しあったんやとか思って、まあ、繰り返しやし、別に繰り返しと同じことやから、別にやらんでもいいかと思うかもしれないけど、これ練習してないと、レッスンで絶対間違う。うん、多分、なんなら発表会でも絶対間違う。ちゃんと繰り返す練習してください。繰り返す練習をしとかないと、繰り返せない。なので、ちゃんとその、楽譜も、こっからここに戻るっていう、繰り返しマークをね、蛍光ペンとかで、塗っといたらいいんじゃない？別にその、まあ、先生があんまり塗ったらあかんっていう先生と別のコピーで塗っといたらいいじゃないですか、ね、パッと見てパッと分かるようにどこに戻るかね。探してったらちょっと必死でしょ。うん。で、この1括弧のとこなんですけど、ここね、大体この形今までアップアップで書いてきたんですよ。これね。この、たったってこのアップアップが多かったんですけど、アップダウン。で、アップで終わってます。これ気をつけて、戻るときにダウンにしやすいように弓を調節してるんですね。なので、それでやってください。で、最後は、2括弧は、アップ、アップ、ダウン。最後、ダウンで終わりたいから、ダウンの方が強い音出るからね、重力を味方にしてるので。はい。ということです。あと、その、繰り返しマークの前ぐらいかな、下から4段目ぐらいのところで。あ、ごめんなさい。ちょっとスタッカートついてるから短くは。弓の量を長い短い短い長い短い短い、ここね使うところ、こういってこの辺でちょんちょん、こういってこの辺でちょんちょんしてください。同じ分だけ使ってると大騒ぎになります。なのでちょんちっちゃくていいです。で長い、感じにしてください。はい、そうですね。で、これもだから厳密に言うとそうなってるね。長い先の方でちょんちょんで、また戻ってきて下の方でちょんですね。ね、ファー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 なっちゃうから切っていこう。で次の、はい、こちらカリドの合唱で全員音が狂うところです。レドラのドを下げて、ドがかなり低くなる。どういうことかというと、まあ3から来るわけなんですよ。指の形的にはこうなってね、1,2,3 で1,2がくっついて2と3が離れてるんですよ。この手の形はすごくやりにくい。まあこんななしで考えていただくと分かるんやけど、この薬指っていうのがとにかく独立しないんですよ。まあそうですよね。人間大体みんなそうなはず。薬指もどんな状態でも結構いけるっていう人はなくて、で、1と2がくっついてんの、こう、なんか人差し指と中指が。で、まあ小指は今回使ってないんですけど、これがね、独立してですけど、だんだんね、真ん中になってくるの、やっぱり。こう、指押さえるときに、こうは押さえへんや、なんもないときに。ね、指押さえ回してなったときに、ここの3本押さえ回してなったら、3本こう、均等の方がいいよね。
あの、3本するとき必ず私指こうなりますみたいな人いないよね。なので、けど、こういう格好しな、じゃあ、こうか。こういう格好しなあかんね。せやけど、それが難しいので、なんとなく弾いてるうちに、この胴が上がってくるんですよ。中指ね。なので、この胴はむちゃくちゃ低いと思ってください。なんかね、やっぱりね、始めはいいね。みたいな、なんか気持ち悪ってなってくるので、で、ドは低い方のね、ドなんで、あの、ナチュラルのドなんで、それ2回やりますね。次も。で、次なんですけど、ちょっと威厳がありましてね、弦が動きます。これ左手押さえなかったら右手は何をしているかというと、こうです。ラーレララーって弾いてます、右手はね。これが練習できるかです。これはまあ、あの、非公開とかでは必ず練習します。ですね。うん。まあ、その右手がちゃんと、あの、動いてるか、弦を捉えてるかどうかっていうのは、あの、できた方がいいかと思います。じゃあ、ちょっと一回ゆっくり通ししてみますわ。音、よくな。繰り返しの戻るところとか、まあ、幼稚園なんですけど、繰り返し2回目伴奏変わったなって分かった人は構造で捉える人ですね、私があの人間かなと思います。ちょっと早く弾こうか。これまあ訳すとハンターズコーラスって感じですね。ハンターズコーラス、あのカリウドの合唱とか言うともちょっと昭和なタイトルついてるから、あのあれなんですけど、ハンターですよ。ハンターさんたちの合唱なんですよね。いや、これ狩りしてる時の音楽なんですけど、狩りしてる時にさ歌ったら絶対逃げるやんな、やもんのな。何を狙ってるのか知りませんけど、それともなんかこうあれかな、トランス状態みたいな感じでこう馬かなんかに乗って鹿かなんかをこう追い込んでる時に、なんかララ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 ラとか言って、あの行くと結構なんか逆に怖いみたいな、恐怖のあまり鹿が動けなくなるみたいな、そういうことなんやろうか、ちょっとわかんないけどね。まあどういうあれなんか、まあまあオペラやからね、まあそのミュージカルとかと一緒やからね、実際の話とは違うと思いますけど、はい、じゃあ早く弾きます。まあハンターなんで早く弾いておきましょう。
なんか取れたらいいね。はい。ということで、カリドの合唱こんな感じです。これは多分ね、あと私ちょっと よく知らんねんけど、新しいバレエ教本か、篠崎か、どっちかとか載ってると思うんですけど、サイズがちょっと違います。サイズっていうのは、長さが。繰り返しがなかったりとかしてるので、これもアレンジなので、これは鈴木バイオリン教本のアレンジということになります。はい。では、次、妖精の踊りのテーマですね。行きましょうか。これ、パガニーニと書いてますね。パガニーニ皆さんご存知。バイオリンやってる人知っといた方がいいかなという感じになりますね。弓が、こう、今の形にこういう、弓やってほんまはもうちょっとこう、ボヨーンって膨らんでるじゃないですか。弓ってね、もともと。が、こう、こっち側に反るようになったのはパガニーニのせいやという話だけで私は認識してますけど。まあ、バイオリン超うまかった人ですね。だから、ストラディナーのカノン、キャノン、カノン砲って言われる、超、一番今いい楽器とか言われてる、ストラディを持ってたりした人ですね。まあ当時新しい楽器やと思いますけど、まあ超絶素晴らしい人だった。すごい、まあ単に上手かった。で、当時のその科学的な話とか、当時って何年やねん、わからへんけど、ちょっと調べて。多分まだそんな、めっちゃ最近ではないでしょ。みんなこう、なんていう、ガス灯とかがあった時代じゃないのかな。パガニーニどの辺やろ、産業革命とかあの辺ですかね。ちょっと私ごめんなさい。もっと全然違うかったらごめんなさい。調べて。そんな、もうめっちゃこの電気があって車があってとかいう時代じゃないとは思ってる。うん。で、そうやな。そのストラディさんがいてた時代やもんな。1700何年とか。産業革命って1800年代か。あの辺もうちょっと前か。だから、まあ、馬車とかがあった時代かなと思います。すいません。あんまりこの辺不勉強で、よくわかんないですけどね。で、でも、すっごい客入り良かったらしくて、まあ、今でいうドームツアーとかガンガンやってたような感じの人ですよね。クラシックが当時は一番、まあ、みんなに聞かれてる最先端の音楽やったので、まあ、当時はね、パガニーニチョコとか、パガニーニステッキとか、なんかパガニーニグッズなのか、パガニーニのなんかピーって刺繍がしてあるあのハンカチとかめっちゃ売れたらしいんやけど、もうすんごいもん買ってた人らしくて、まあそのうまいのももちろんあるし、あとそれ波に乗った人ですね。アイドルみたいなもんですね。はい。まあ服のうまかった人。そう。そんで、その人が書いた曲の、これよく見て、妖精の踊りのテーマって書いてるんですよ。だからパガニーニさんが作った妖精の踊りっていう曲があるんですけど、多分変奏曲ですね。バリエーションがある、キラキラ星変奏曲みたいな感じで変奏曲ですね。だからこの妖精の踊りのテーマ、ここに載ってるやつはっていう、まあ、感じの曲で、やっていくんですよ。これがテーマがありまして、この後何個にもわたって、バリエーションをやっていって、パガニーニさんは超絶技巧ができる人なので、もう和音を使いまくったり、なんか左手で弾いたり、もうものすごい細かく弾いたりとかを、この後、このテーマを使って変奏曲をずっと織りなしていくわけです。ほんで客がもう熱狂してですね、わあ、すごいすごい、わあ、あんな弾き方出る、こんな弾き方出てるとか言ってね、もう多分弓とかの剣も切れまくってさ、もうバンバラバンバラ弾いたの曲のテーマの部分だけです、これね。はい。まあポップスで言ったら前奏ぐらいだと思っていればいいんですね。まあ、前奏っていうか、まあ、こんな曲を今からいろいろやってみますねの、アレンジしますよの、その、ところの、その、一番初めのところだけを、まあ、弾いてみましょうということなんで、まあ、触りだけですね。はい。で、この曲の、この鈴木の教本でのテーマというか、この何を勉強したいかっていうのは、もう、譜点を勉強したいということで、譜点のリズムね。タンタタンタタンっていうやつですね。まあ、3連符もできてますね。タタタタタタタ、1拍を3つに分けるってね。1は3で割り切れへんのに、3連符っていうのがありますね。はい、とかあります。っていうのをまあやりましょうということと、途中で若干キーが変わるというか、調が変わったりもあります。さあ、でですね、この妖精の踊りのテーマの、まあ、一番初め、うん。ちょっとこれね、他の楽器から移ってきた人とかは分かりにくいと思うんですけど、バイオリンにとってこのスラっていうのは弓の向きは同じですよっていう意味を表していることが多いんですよ。本来スラっていうのは音を滑らかにしましょうですね。だからなんか例えばでこう結構カッ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 ととかで切るんじゃなくて、まあ、ピアノやとしてもなるべく滑らかにしましょう。管楽器なんかやったら息継ぎせんと、トゥ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 ってやらんと、フーで、トゥーで行きましょうっていう感じで弾くことが多いですよね。まあ、歌の人やったらそこまでは息継ぎせんね。なんか、ラシド、レーとかにせんと、ラシドレまでグッと行きましょうっていう意味のスラーなんですけど、それがちょっとだんだんいろんな意味をなしてきて、まあ、それって弾くときって要はバイオリンの場合やったら、弓を同じ方向に弾くってことが多いじゃないですか。
ここスラーねって言われたら、あ、じゃなくて、なのねって。それが相まって、切れてる時も同じ方向に行くやつはスラーで結ぶようになったんですよ。これでもスラーになったんですよね。あれとか、スタッカートとかつけとったらね。はい。っていうことになったので、この寄せの踊るテーマは、なんかスラーがついていて、一瞬、って弾く感じかなと思いきや、切ります。なぜならスタッカートがついているから。うん。だから、タン、タタン、タタンっていうリズムを、あと、ダウン、ダウン。で、アップ、アップ。となります。で、まあ、3対1なんですよ。タン、タっていうのは不点やから、ファ、一番初めの音が3。で、次が1。で、まあ、4つ。3対1の長さになってるんですよね。ただ、1回切らなあかんから、3個伸ばして切ってたらさ、間に合わへんやん。それは繋がってまうやん。だから、結局は2個ぐらい伸ばして1個休んで1個弾くっていう感じ。2、1、1みたいな感じ。2個弾いて1個休んで1個弾くみたいな感じになります。ですね。だから、全部繋げたら切られへんからね。うん、もう1回切ると、1回止めなあかんから、止めが間に入ってるという感じになります。まあだから、この動きですね。ダウンダウン、アップアップね。これ途中でね、その3連符とかも出てくるので、ややこしいんですが、このタンタタンタっていうのはさっき言ったみたいに一応3対1です。2対1ではないんです。どういうことか。2対1はこんな感じ。こんな感じ。で、3対1やったら、そうね、だから、3分割やと、違いが分かりますかね。後ろの最後の、2個目の短い方の音がどんだけ短いかみたいなのがちょっと変わってきますよね。なので場合とですね、まあ、細かい違いですよ。細かい3で割るか2で割るか、うん、なんですけど、それはでもね、ホールケーキを4で割るのと3で割るのとでは大きな違いじゃないですか。特にこのバイオリンの先生、まあ、音大とか出られてるバイオリンの先生は、この譜点を3連符で弾いたら、自分の村が焼かれるみたいに怒られるので、絶対これは4分割にしないと、もう鬼のような行商に先生たちがなります。そこは譜点よって言われると思います。3連符じゃないよってなると思います。ただね、このポップスの方のサイドで考えると、どうでもええやんっていう感じであります。なので、ちょっとその引き分けてみましょうかね、今日ね。だからそのゆるーく、まあ3連符でも、まあ 4連符でも、もう別にまあなんかその、要するに、こう、ちゃんちゃちゃんちゃちゃんってなってる感じでいいやんっていう演奏と、バッチリその4分の1なのか3分の1なのかを引き分けるっていうのは、まあ本来、まあクラシックとして考えるなら4分の1って書いてんやったら絶対4分の1にしなあかんくって、これ4分の1で聞かせようと思って、要は3分の1じゃないよ、4分の1だよって聞かせようと思うと、若干もう5分の1とか6分の1ぐらいにしといた方がいいのよね。なんかもうめっちゃ詰めとくみたいな、もうめっちゃ詰めとく。ほしたら文句言わせへん。3連符じゃないですかにはならへんから。やねんけど、どうでもええわって感じなんですけど。まあまあ、その辺の引き分けが難しかったりしてますね。あとはね、ごめんなさいね。まあ、そんな細かい話はさておき。ここね、8分音符と8分9符。まあ、これってさ、さっきのスタッカートの話、4分音符のスタッカートだよね。テンポ、BPM なんぼって書けやと思うんですよ。その初めが120やって、その BP そのゆっくりになったとこが100になってたら、ああゆっくりになってるなって私はすごい認識できるんですよ。でアテンポでまた120に戻ってたら、ああなるほどと、じゃあ初めのテンポがあってちょっとゆっくりになって速くなんでなって、今のポップスは大体そうやって書いてくれてます。ただこの当時はそういう機会もなかったし、なんかこのね、この辺ちょっと早めみたいな、アンダンテみたいな、アンダンテってないね、でこの辺がちょっと目のモッソみたいな、ちょっとゆっくりなるよみたいな、それもゆっくりとは書いて目のモッソ、動き少なめみたいな。で、次が、まあ、アテンポ、またテンポに戻るよって、テンポってどこのテンポやねみたいなが、まあ当時はねそういう機会とかもないからなんですけど、私はこうすごい割り算とかして考えるタイプなので、細かいと思います。だからそうあんまり気にならない人は全然気にしなくて、ただ私と同じように気になる人ってめっちゃおると思うね。なんかね、やっぱそういう風に今まで考えてきた人とか、こう
私も完全なる理数系なんですけど、理数系の人っていうのはね、人肌のミルクでとか言われても何度何度ってなるでしょ。だからそういうのをやっぱり知りたい人もいると思うんで、まあそういう人は私なんかの説明は分かりやすいと思いますけど、そこまで細かく考えなあかんのかって言ったらそんなことはない。全然そんなことはない。気にならないなら全然気にせずに言ってもらっていいです。はい。なんですけど、そういうのが気になって、やっぱ長さ、スタッカート短くってどれぐらいよっていうのが分からへん人は半分の長さにしてくださいっていう方が私なんかは分かりやすかったから、そこの先生にたどり着くまで私6人ぐらいかかったからね。で、初めて、あ、そういうことなんですねって分かるのでだいぶ時間かかったから、まあその辺はね、そういう先生とかの相性とかもあるけどね。はい。まあというわけで、今度一応とりあえず何をするかというと、その、予選のドレミファに出た、狩人ソング。狩人、ハンターコーラスと、予選のドレのテーマ。うん。2曲。まあ、こんな感じで練習して、ちょっともうちょっと実際、まあ、これは動画なんで、私が一人一歩的に喋ってるだけですけど、ワークショップの時は、まあ、実際そこだけすごいちょっと特訓して弾いてみるとか、手の動きだけずっとやってみるとか、そういうことも、ま、やって、ちょっと訓練して、帰る頃にはなんとなく弾けるようになったな、みたいな感じで、帰ってもらったらなと思ってます。そんなワークショップしますんで、よかったらぜひぜひいらしてください。というわけで、はい、まあ、動画見たタイミングでね、もうそれ終わってるかもしれないですけどね、まあ、いろいろ頑張ってやってみてください。はい。この指番号アンケートについては結構私もいろいろ聞くけど、先生によっちゃ変えちゃダメっていう先生もかなりの数いらっしゃるみたいなので、そういう先生の時はもうコピーして別で作ろう。で、自分で、まあ別に自分も書くのが嫌やっていう人は別に書かなくていいんですよ。でも一回書いてみた方がね、細かいとこなんとなくで、こんなん、それか、例えばさ、0で引くか4で引くかとか、ちゃんと決めてます皆さん。決めた方がいいんですよ、ちゃんと。別にどっちでもいいんですよ。どっちでもええって言われてるところはどっちでもいいんやけど、自分の中で、いや、これは4にすると決めたら、もうやっぱそれは4で練習した方がいいんですよね。で、4で練習してみて、まあ、仮説よね。4とする、みたいな感じで一回決めて、で、4で弾いてみた結果、練習した結果、やっぱりこれは0の方が良さそうだってなったら、0に変えたらいいけど、やっぱ一回決めないと、その、なんでそこで0にしたかっていう理由がわからんまま、なんかいつもそこで迷って間違うみたいな。あれ、どっちだったっけみたいな感じで行くのは、やっぱこれ本番絶対間違います。発表会とかで。そういうちょっとでも迷いがあると。どっちだったっけとか言うのっていうのはね、わからんようになっちゃうので、決めといた方がいい。うん。と、私なんかは思うんですね。まあ、それも私の意見です。これはね。はい。というわけで、今日は、何の説明？狩人の合唱と妖精の踊りのテーマの説明でした。まあ、この他にもいろいろまたやってますんで、よかったらぜひね、覗いていってみてください。ふみこまとめっていうページがございまして、そこに全部予定載ってますんで、申し込みたい人は申し込んでください。ちょっと申し込み先わかんないみたいな人は、まあ、最終的には LINE で申し込んでもらうって感じになるんですけど、まあ、DM か、なんか、まあ、ツイッターか、インスタかなど DM を開放してますんで、そこで聞いていただければね、なんとなく私も、お答えできると思いますんで、はい。お願いします。はい。てなわけで今日この話ですかね。はい。ではでは、よろしくお願いします。お疲れ様でした。